はい、ということで、こんにちは、くにです。今回は覚醒トーレス、フル覚醒、フルブーストさせてきたんで使っていきます。とりあえず、強大な敵で使っていこうと思います。今ね、なんとか、たまたま、目が覚めることに成功して、寝起き20分後です、今。はい。うわ!マジでいいの来た、いきなり。マジで超いきなり来た、いいの。うわ、でも青いねえのか。うわ、青入れてくれよかったな、強大な敵なんでね。ちょっと、順風僕2突しかないんで甘えて外してきちゃったわ。まあ、これでいくか。まあ、ムラムラキッカーターレス選出ができるんで、結構強いと思います。そういう赤染めなんだ。赤虎出してくんだ。いや、でね、さっきね、ターレスガシャ、ターレス覚醒ガシャ引く動画撮ってたんだけど、寝起きでマジでテンション高かった。から多分今日面白い動画だと思いますよ。跳ねねえな。脳死かな?あ、うまい!いや、うまい!ブラボー、ブラボー、ブラボー、ブラボー!ちょいちょいちょい、見て見て見て。痛い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 。手離してたからさ、痛えわ。はい、お前それで勝った気になってんな。はい、木の実食って回復できるんだね、これ。ほら。俺の勝ちだな。いや、なんか外事っぽい。あ、外事じゃなかった。ごめん。見てこの全体力回復。で、こいつ損一族キラー確かフラグメントにも持ってるし。あ、待って、俺性能見てねえわ、こいつの。あ、危のは言わない。あ、うまい。でも痛くねえ、あんま。ここ無理やりコンボ取りたい。二連回しないか。いや、だからさ、てめえらマジ外事しかいねえんだよ、ほんと、このゲーム。あー、イライラしてきた。耐えるんじゃね?赤虎火力出せんしよ。前回より乗ってるんでね、ターレスの。耐えろ。ほら、もうお前マジ決め。ほんと決め。いや、マジキモくね、普通に。普通にキモいよ、それは。即来い。お願い、即来て、即来て。オッケー。木の実食ってライジング行きまーす。ぶっ殺す。外事ブーム、いや、もう死ね、マジで、お前。キメーな、マジ。はい。寝起きから最悪ですね。強、強、強。おめえ、強えな、めちゃくちゃ火力。ちょ、性能見るわ、これの後。何も見ずにやってる。何も性能見ずに使ってた。危ねえ、危ねえ。タックル行こうか。マイラ射撃。はい、即にしかね。はい、暴発バッシュは死ね、カスが、マジで。きめえな。出血がついてるんで、ちょっとでもね、時間稼いで変身して回復しましょう。オッケー。完璧。見た今の完璧な回復。出血が治る瞬間。さあ、前回よりターレスも乗ってます。いいっすねー。いいっすねー。いやー、いいパワーしてる。いいパワーしとる。なんか、バイネタとき気力回復とかないよね。ないよね、さすがに。あぶね、お前、やめろ。調子乗るな、マジ。いや、ほんとに外人グラッシュの巣窟なんだけど、最近のドラゴンボールレジェンズ。いや、耐えれるっしょ、お前。おや、うわ、強えな、でも。うわ、それ、いいのそれ。使ってくんの?これはセルの皮で何とかします。いや、なんか外事突っ込みしてきそうだな、こいつ。射撃、射撃、究極なんで、手札もう一枚持ってるんで、圧ぶっぱしてきそうなんで跳ねましょう。本当はタックル回避行きたいんだけどね。あ、してこなかった。115。なんかまた外事してきそうだな、お前。連休待機してこいよ、お前。交代ムーブ引っかかるのおつまいよ。あ、待って、ミスった。え、強くね、お前。さあ、木の実食って回復していきましょう。いや、もらうわ、これ。うん、もらいましょう。受けれるわ、お前なんて。ライフで受ける。見ろ、この耐久力、ターレスさんの。やばすぎだろ。はい、聞きま、え、あれ、属性振り向こうは、あれ、めっちゃ昔だった、属性振り向こう。全然痛くないんだけど。はい、要塞です。無敵城シルバーグローリーターレスです。はい。93。オハホモンディ気をつけないとね。こいつしてくるから。いやー、タックルしてこい、タックル!跳ねた。やばすぎて、お前。外そうか。バレバレなんだよ、雑魚の考えてることやよ。いや、もう撃っちゃおう、これ。
いいよ。必殺はもうない。うぃー。はい、セル出して。これどうした、マジで。ターレス強くね、普通に。硬くね。硬いし、火力も出てるし。完璧。さあ、ぶっ殺せ。まさかのいきなり紫染め、ターレスパーティーがやばすぎた。ヤーバスパーティーが垂れすぎたできるとはね。よし!いや、しかもターレスかっこいいしね、めちゃくちゃ。いや、いいっすね。外人グラッシュしてきたんでね。ぶっ殺してやりましたわ。はい、じゃあちょっと性能見ていきましょうか。戦闘力は1529000。まあまあまあ、前回キャラクターだねって感じで。必殺が弱いね。そこまで強くないままです。で、特殊が、まあこれ元から普通に強い特殊だったんで、そんな手こ入れされてないよね。4段目 20% 体力回復とおまけ。まあこれ強いよね、無難に。コストが下がってんのかな?強い。で、メインが特殊気力、特殊ドロー気力回復なんで、まあ2連時止めができる。で、こいつの能力で特殊がね、ワンチャンでもう1枚連続で引くこともできるんで、もう連続で時止めしまくれる可能性もある。まあ面白い。まあ普通に使い勝手いいメインですね。まあ強力な効果ではないけど、使い勝手いいって感じ。で、ユニアビなんですけど、総一族に社交よだめ 40%、サイヤキラー打工よだめ。20% なんで、孫一族かつサイヤ、まあ、悟空ですよね。悟空に対する特攻がかなりえげつないですね、こいつ。で、60カウントの間、ドロ速アップついたんですね、こいつ。これは、偉いな、まあまあまあ。で、ベニタ時に手札が、3枚かの場合、カード1枚ドローする効果と4ダメアップがあります。まあ、これも優秀。で、特殊圧使用時、特殊圧、新戦時の実を使用した回数によって、自身に以下の効果を発動する。1から3回目までは4ダメ 15%、消去負荷が永続。で、4回目以降は気力回復がつくということで、4ダメがじゃあマックスで 45% の倍に出た時の 15% と、あとキラーか。まあでも4ダメはちょっと控えめかなーって感じはあるけど、まあ、無難に全然弱くはないキャラだと思います。ただ Z アビリティがね、ちょっと時代遅れなんで、もうそこよね、Z アビリティって本当に大事なんで、もうよっぽどね、劇場の紫枠困ってる人とか、強大な敵の紫枠にしたい人とか、あとはターレス好きな人以外は、まあ、作んなくていいでしょって感じ。強いんだけどね、めちゃくちゃ。強いんだけど、まあ、こいつの Z アビが本当に残念ですよね。ということで、やっていきましょう。あと今日なんか色々来てたんで、意外と動画撮らないといけないんで、いっぱい上がると思います。お、劇場版じゃん。芝生か。どうしよう。え、待って。あ、しかもなんかターレス無料で、え、覚醒1枚あげれんの?知らなかった。なんか、今見たわ。え、マジ?これ。そうだったんだ。今、見ずに完全に勝手に全開覚醒させた。やばすぎ。ブロリー来んのかな?一応、緑出すか。あ、待って、ロゼ入れてるつもりが、ロゼどこにもいない。まあいいや。ターレス今回、無料で覚醒1まで上げれるっぽいっすね。まあ、1まで上げても、まあ、実際こいつ覚醒7まで上げても、使えるパーティーそんなないんで、あれなんですけど。はい、お願いします。この私に挑んでくると。いや、ブロリー怖いんだよな。普通に打撃突っ込んできそう。まあ、アーマーだしね、こっちも。怖い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 。跳ねろ。うわ、やばい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 、終わった終わった、負けた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 、回避読みできるんだお前。え、バカバカバカ、なんで変えたの、なんで変えたの、あ、回避覚えてなかったのね。うわ、マジ惜しいわ。はい、秒でセルが変身しました。メイン読みで射撃打つか。はい、オッケー。いや、そんな見てくる。射撃。やめて、ほんとに。2連回しないか、やっぱ回避圧だ、ブロリー使いは。いや、ジレン耐えんか、ライジング。え、マジ?もう持ってくんの?なるほど、結構ゴリゴリ系。回避圧することを覚えとこう、マジで。でも次のワンコンで、うわ、痛え、お前。強大な敵キラーが刺さる刺さる。
どうすか、イエーイ。ドカバキは下手くそと。いや、なんかお祈りしてきそうなんだよ普通に。してこないの。あ、そっか、ジレンはお祈りできねえんだ。そういえばカバチェン向こうあったわ。さあ、ここ外そうか。おお、圧倒してんのか。オッケー、アマちゃんだねー。さあ、これでイーブンになりましたよ。お互い復活させられてライジング打てる状況。こっちも早く弾集めんとね。何してくんだろ、ここ。で、これで範囲特殊がね、手に入ったんで、そこだけ気をつけないと。デカリキー。いや、撃つか、泥作。あー、特殊かー、いらねー。まあまあ、どういうこと？相手さん、どういうことそれ。何かわかんない。それは意味がわかんない。なんですかそれは。さあ、ここで3連時止めしましょう。跳ねねえか。まあ回復したかったんでね。ダゲキャンガルできるんだよお前と違って。はい、うますぎるんだよな私が本当に。ああ、もうこれいいよ、もらいましょう。大事に来い。はい、オッケー。全部読めてる、お前の行動。お前のてめえの行動全部読めてる。なんでかわかる？俺が世界一レジェンズ上手いからなんですよ、これ。で、これもね、裏のご飯ね、状態上向こうあるんで特殊打ちません。わかった。俺が上手いって今のでわかったでしょ、みんな。打撃上がりからの、あえて必殺圧をわざともらう。避けさせてライジングケアして。完璧に未来が見えてる。まあ、未来が見えてるというか、もうね、神が俺にね、勝ち方をね、教えてくれてるんですよ。いやー、レイドばっかやってて、久しぶりの PVP だけど、うめえな、俺。いや、捨てる？だるい。メインやるから気をつけて。オッケー。請求打ちます。はい、どうすんだ、お前。ほら。うわ、マジ我慢すんの、お前。ちょ、やめて、本当にやめて、お前。おい、マジ、本当に決め、本当に決め。射撃と。ほらほら、前揺ら来たよ。絶対してくると思った。ね。見ましたか、この圧倒的なうまさ。これが国ゲームズです。チャンネル登録よろしくお願いします。これは何？青染めみたいな感じ。緑2枚で行った方が良かったな、多分。まあ、いいか。紫全く通ってないんですが、ナインガルダ頑張りましょう。俺レイドノラでやってないんだけど、なんか変身しまくりだったらしいですね。僕動画で言ったんですけどね。飛んでくんのか。いや、これ緑2枚でよかったわ絶対。メタルクーラー過労死しちゃうんだけど。過労死しちゃう。突っ込んでくんのかい。突っ込んでくるんゲイ。いや、もうだから、きめえな、こいつら、マジで。あ、もう殺すわ。はい、もう殺戮決定。もう、移住院に頼んでもらうわ。もう、だるいって、お前。キモいやつはぶっ殺す。な、間違えて最速のタイミングになっちゃった。いや、マジ。もう、撃ってくんの、それ。動きがもう典型的な2倍レート外事なんで、もう中距離で跳ねた方がいいね。中距離待機してくるぐらいなんで。だるいわ。で、ここメイン持ってるんだよね。射撃撃ちましょう。メイン使ってくるわ。はい、もう読み通りなんだよな全部で。避けて特殊でしょ。なんでバカなんこいつ。びっくり見えて、なんでそれを当たりに来るんですかね。あれ、場になかったっけこいつ。で、これ、圧引っ張ってくるの強い。外そうか。いいっすね。木の実食いましょう。木の実引け。何？
まあまあまあ、ひたすらいいかな。まあ出すよね。引けねえのか。もうほんとキモ、ほんとキモ、ほんとキモ。やだやだやだ。もうほんと、ほんとに嫌です、あなた。ほんとに嫌です。メイン。メイン使わない。オッケー。え、これ最速だよね。オッケーオッケーオッケー。はい、行くぜ。行くで。はい、行くで。行くでー。びっくりした。え、落ちないとかある？落ちないとかあります？ちょ、頑張って、ターレスさん。エロタレストさん、頑張れ。いやー、見えねえよな、さすがに。おい、バカが落ちて。甘いんだよ。これを狙ってたんだよ、お前。2000年前から。この瞬間を待ってた。相当入るよ、裏に。オッケー。これ、青バタもうやばいんじゃない？射撃撃とうか？なんだ、お前。さあ、未来ご飯出したいんじゃない？未来ご飯出したいんじゃないの？なんで出さないの、お前。絶対出てくるんで外します。は、なんで出さないんだよ、お前。オッケー、おら。で、射撃即打ちで、いや、メイン使ってないけど。あれ、メイン使ったっけ、こいつ。使ってんのか。そっか、いいよいいよ。しっかりメタルクーラーで受けて、受けて、属性振り向こうが終わるまでね、粘って、ここで出します。これでライジングは裏のターレスでケアできると。なんかライジングラッシュ言ってきそうだな。あ、まだ目にあった。オッケー。あくまで冷静に立ち回りますからね、僕は。冷静沈着、勘に流されないんで。もう冷静に、どんな外事にも、ゆっくり接してあげる。それが俺。やめてください！本当にやめてください！本当にやめてください！もらおう、これ。大事に来い。はい、バカ、おつえ！くたばれ！ということで、終わります。ターレスでした。最後全然活躍してないけど、あと今日いっぱい動画が上がると思います。